レシハズカシアッソガイリ。朝帰りじゃねえ。朝帰りじゃないですか。あのな、ふみちゃん、朝帰りってのはだな、まあなんというか、その帰るわけじゃなくて学校へ行くわけだから朝帰りじゃないわけだな。お兄ちゃんはごまかすのが下手っと。わかってるなら言うな。いいか、ふみちゃん、昨日のはこの理性的な俺だったからよかったようなものの、ボーイフレンドの前であんな無防備に寝ちゃダメだぞ。どんなことになることやら。ふみはその辺見る目があるのです。お兄ちゃんなら絶対大丈夫。それはそれでなんだかちょっと男としてあれだな。いいか、ふみちゃん、誤解するなよ。俺はやるときはやる男だぜ。どんな風に？そりゃお前、威風堂々、大しく力強く、ドキドキオロオロしてる女の子を優しく完璧にリードするんですよ。かっこいいな。あたぼうよ、男たるもの、ここ一番でもたもたしてられるかっての。ガツンと行くぜ、ガツンと。俺についてこい。お兄ちゃん素敵。あ、練習しようよ練習。は？なんだよそんなもん、練習するもんじゃ。そういちくん、私どうしていいかわからないよ。たく、しょうがねえな。大丈夫だ、落ち着いて。まずは二人でデラックスしよう。腕を前から上に上げて、デラックス深呼吸。ごめん、お姉ちゃんがツッコミだったので。あ、でもお兄ちゃん、今のでハートもボディもデラックス。まあな、朝の深呼吸は健康ですがすがしいよな。うん、とっても。嬉しい恥ずかしい、アッソガエリー。だからだな。出たな、雑魚キャラ。相変わらずの減らず口だな。せめてステージボスと言え。相変わらず夢がコンパクトだな。ほざけ、貴様は小市民の本当の力を知らん。いいか、フランス革命も明治維新も小市民の力で巻き起こったのだ。貴様にしては珍しく正論を。そんな私のキングモットーは、長いものにはぐるぐる巻かれろ。これっぽっちもレボリューションの風が吹いてこないのだが。お前の胸には聞こえてこないか、夜明けを告げる時の声が。お兄ちゃん、お兄ちゃん、この素敵なお兄さんはどなたですか？ああ、踏みつきダメだ、ここはお前の出番じゃない。ズキフフー。また古臭い擬音だな。やかましい、俺の胸は今ドッキングバッキング。ナスイン、なんだこの超絶美少女は。ベリーナイスガーは一体どこで手に入れた。このお兄さんお口がお上手だよ。手に入れるも何も、俺の妹みたいなもんだ。なに！そうです。私、お兄ちゃんの妹。
事実を今まで隠し続けてきたとは。お前との間に友情などなかった。そう、なかった、なかったんだ。いや、実は昨日できた妹だ。なぬ、言ってる意味が何もわからん。実はこいつ、サツキの妹なんだよ。こっち来て遊んでるうちに仲良くなって、で、兄弟ごっこみたいなことをしているのさ。うおー、マイガーッ。お兄ちゃん、お兄ちゃん。なんだ？面白い。面白いだろ。お兄ちゃんもいつも楽しませてもらってる。過去はもう水に流そう。プリンセス、ご存命は？プリンセス。うん、落ち着け。やつの手だ。ワドワの名は湯浅踏みつきでありますじょよ。なんて美しい、なんて麗しい名だ。飽き寂しい9月もそう呼べば花咲き誇る春になる。踏みつきは7月だ。細かいことはどうでもいいんだ。相変わらずケツの穴の小さい男だな。貴様にだけは言われたくないな。よし、今日から私は大日本踏みつき連盟代表、略して DFD のリーダーだ。今日から私は DFD。 リピートアフターミー。 今日から私は DFD。 別団体立ち上げんでもこいつも湯浅なんだから DYD のままでいいだろう。それは私のサツキ様への愛を示すためだけに存在する組織だ。そんな不純なことはできん。待てナス、慌てるな。何一つ慌てておらん。私に姉妹もろとも愛せよというのか。むしろ姉妹同時に。いや、だから。踏みつき、ティッシュだ。しょうがないな。喧嘩なんかやめろよ。僕にはどちらかなんか選べない。ダメだよ、お兄ちゃん。滝のようにもともとと全然間に合わない。じい、雑巾も油っこすいすいもなければ自分のハンカチを使う気にもなれん。愛する人が二人いてもいいですか？それはいけないことですか？お兄ちゃん、目がうつろ。致し方あるまい。と、ああ、すまぬ。私としたことが少し我を忘れた。少しか。お兄ちゃん、都会はあまりに恐ろしいよ。安心しろ、踏みつき。こいつはあまりにスペシャルだ。ふん、褒めるな。お前のように生きられたらきっと鳥より自由だろうな。イエス、フリーダム。リバチー。イエース。ギブミリバティー。アウ。ギブミフリーダム。ジャイトップ、自由をくれてやる。また会おう。またい、ナスミン。貴様、
ようなどうしようもない男が、なぜ美しい女性ばかりをその近くにはべらせる。ん？どうしようもないからくすぐるんじゃないの？母性本能かなんかを。よく知らん。ムキー！勝者の余裕ムキー！あ、女の子はイラつく男の子嫌いらしいよ。ムヒー！行こうか、プリンセス。はい。ふみ、ビビったか？全然大丈夫、むしろハッピー。向いてるぜ、看護師。おはよう。何よ、もうすっかり懐いちゃって。待ち合わせ。あ、お姉ちゃんおはよう。同伴出勤。聞きかじった単語を間違った意味で使うな。あんた、教室まで連れてきてどうすんのよ。授業受けさせるつもり？あ、相変わらずバカね。バカが1日2日で治るか、バカ。どうしよう。丸1日図書館っていうのも暇だろうし。受けるか、授業。はい。ふみ受けても分かりこないよ。1次元目が地理、2次元目が古文。聞いてりゃいいんだ。まあ、そういえばそうだけど、先生が見て驚くでしょう。超高生かなんかだと思うだろう。制服なんだし。いい加減ね。俺からそれを取ったら何が残るっていうんだ。トミはいいの？うん、挑戦してみる。いいことだね。おはようございます。おはようございます。あ、私の席の横がちょうど空いてるよ。教科書一緒に見ようか。はーい。やれやれ、いいのかな。挑戦挑戦。で、ここのところの心境を。ああ、そこの君どうかな。へえ。私は本格的な恋をまだしたことがないのでわかりません。いや、そうじゃなくてだな。先生は素敵な恋のご経験があるのですか？は？そうだそうだ、先生、ご自分の経験談をぜひ。大人の恋だもんね。いや、そうじゃなくて、ここは、とりあえず座ってよろしい？先生、私ぜひ聞きたいです。いいから座りなさい。先へ進みます。先生ずるい。語ってよ先生。
フラフラ。2が重かったか。当てられるとは思わなかったな。あんな難しい古文読めるはずないよ。ごめんね、ふみつきちゃん。心境を教えるのも変だし。ああいう質問は答えにくいよな。いいもん。古文なんか看護師さんに関係ないもん。はい、私もふみつきに賛成。地理はともかく、古文なんか日常生活に必要なし。学問というのは必要かどうかじゃなくて、知識を得たり考えを巡らせたりする、そのこと自体が大切なんだよ。そうだぜ。それに病院に勤めておじいちゃんおばあちゃんのお相手することを考えてみろ。こういう話たくさん知ってる方が絶対いいぞ。そっか。お話し相手になってくれる看護師さんはありがたいよね。人間相手の商売なんだ。でなきゃロボットでいいわけだからさ。そうだね。よし、やっぱりやる。私がいくら苦手な科目も勉強しなさいって言っても聞かないのに、二人の言うことだとちゃんと聞くんだね。だってお姉ちゃんの理由がないもん。ほら。でも羨ましいな。そんなこと言ってくれるお姉さんがいて。あ、ゆかりお姉さんは姉妹はいないのですか？うん、ずっとこうだったから寂しくはないけど羨ましいよ。なるほどね。こうるさいものですよ、姉貴なんてものは。妹の方が鬱陶しいわよ。妹特権振り回してお父さんお母さんの気を引くのね。実に小ずるい。お姉ちゃんいつもお母さんと一緒にお料理作ってるじゃない。ふみ、ついこの間までお父さんと一緒にお風呂入ってたんだよね。もう入ってないよ。ちゃんと一人で入ってるよ。お姉ちゃんの方が優遇されてるよ。だって都会で一人暮らし。それはその。どこも兄弟姉妹ってのは同じだな。どっちも相手の方が愛されてると思うんだよな。兄弟は子供が初めて出会う他人だったかな。心理学でそんな言い方をするね。ねえねえ湯浅さん、この子湯浅さんの妹っていうの本当？遊ばせてもらってるんだけど。わあ、本当なんだ。かわいい。それほどでもありますよ。ちょっとふみ。ねえねえ、お名前は？なんていうの？遊びに行って観光に来たの？受験の下見？どこから来たんだっけ？ふみつきちゃんだっけ？しかし美人姉妹だよな。おいおい、どこからそんな情報。伊藤大先生に決まってるでしょ。走りながら吠えまくってるわよ。ナス、なんだよお前。お兄ちゃん役独り占めかよ。ずるいぞ。いや、黙って俺んちの力士顔の妹と取り替えてくれ。頼む。
バカなことが許されるわけねえだろ。ぜひうちの弟と交換してください。お願いします。もっとダメだ。みんな物好きね。私なんだそれやって目で見られるかと思ったんだけど。小学校でウサギ飼うようなもんかな。退屈な学校に一服の清涼剤って感じだね。そんないいものかね。行ってみたいなら行っておいで。行ってみたいけど、でも。まあ不安だろうな。じゃあゆかり、保護者行ってもらっていいかな。我慢する。どさくさに紛れて何言ってんだバカ。私は次女ですか。山本くんと国交断絶。しまったバカ。おばば様のお怒りに触れるとは何たる失態。井上くんは最前線へ投入。最前線？最前線ってすごく危ないじゃないですか。ねえ伏見閣下。さあさあ皆の者、行くじょよ行くじょよ。はあ、はあ、お前とこの姉妹珍しいよな。何が？べちゃべちゃしないんだな。それとも女兄弟ってのはそんなもんか。そう？割と仲はいい方だと思うけど。まあ全然違うからね。海はお父さんに、私はお母さんに。へえ。海はお魚とか和食好き、私は洋食一辺倒。
それは逆で、ふみがお母さんにで、私がお父さんに。うん。ふみは一見トロいように見えて、実は賢いタイプ。私は一見鋭いように見えて、実はバカ。なことないさ。うん。まあ迷惑かけてるから、こっち来てる間ぐらいフミがやりたいことをやってもらった方がいいかなって。迷惑ってのはお父さんの体調のことか。何か言ってた？いや何も。あまりお元気ではなさそうな話を昨日ちょっとだけ小耳に挟んだ。うん、まあそういうこと。感情じゃないのね、そういうの。全部ほっぽり出して、私こっち来てるから。お前、意識しすぎだ。そんなことで恨んだり憎んだりいじけたり、そんなつまらない子じゃないだろう。ふみの気持ちじゃないよ、私の。だったら帰れ、今すぐ。でも愚痴りたくなったら俺だけに言え。あんた今言うなって言ったじゃん。それは一般論。さあ俺の広い胸に飛び込んでおいで。あんた嫌い。優しいなら優しい、厳しいなら厳しい、どっちかにしてよ。大事な友達なんだ。優しくしなきゃならん時も、厳しくしなきゃならん時もあるだろう。決め打ちなんかできるか。理屈ばっかり。モテないわよ。いいさ、別に。もし誰にも拾ってもらえなかったら、拾ってくれ。私が？私も誰にも拾われてなけりゃ考えるわ。ほ、まさかそんな答えが返ってくるとは思わなかった。だって総一、申し分のない実験台だもん。実験？ああ、飯か。そ、今日の唐揚げどう？うん、悪かないぜ。ちょっといつもより塩味が強い気がするが、これは？塩辛い？いや、これはこれでうまい。下味つけるときに梅干し使ったの。あ、なるほど。それでさっぱりした感じか。鶏肉と梅肉はやたら相性いいもんな。そう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 。ほら、総一、鈍いようでいて結構味覚は繊細だもんね。そうかね。クミが来たからさ、そういえばと思って。うち、みなべにおばさんがいるからさ、梅は得意なのよね。それで。危ない、サツキ。
ボール？ああもう大丈夫？だと思う。守ってくれたんだ。いや、お前が勝手に助かったんだ。たまたま俺の手に飛んできただけ。そう、あのさ。なんだ？もういいよ。ん？な、すまん。大丈夫ですか？ああ、もうちょい向こうでやってくれると嬉しい。はい、ごめんなさい。なんか笑われてない？いや、気のせいだろ。なんだ？帰り、みんなでボウリング行こうって。お兄ちゃんも行こうよ。おお、健康的だな。よし、付き合おう。はい、私ボウリング初めてだよ。お兄ちゃん、必殺技教えて。おお、そうか、わかった。ブラックホールボールを伝授しよう。何それ？吸い込む。ボールは吸い込まれるもんじゃないの？ん、確かにそうだな。ブラックホールボール破れたり。お兄ちゃん弱すぎるよ。しょうがない。ふみ、お姉ちゃんにレイザーストライクでも教えてもらいなさい。お姉ちゃん、いつの間にそんなかっこよさそうな技を？教えるも何も、一番軽い球持ってワンピンめがけて力いっぱい投げるんだけどね。それは技じゃないよ。ふみ、技っていうのは一つを極限まで磨き上げればそれでいいのよ。その技を見た時には相手が死ぬか自分が死ぬか。お前、新選組か。あの速球で200近く簡単に出すからな。ボーリングの常識を逸してる。倒れりゃいいのよ、ピンなんて。ワクワク、ワクワク。はいはい、皆さんそろそろ行きますよ。やはり来たか。来なくてもいいもの。首謀者は貴様か。やはりな。安直なプランニングは貴様だと思ったぜ。ふん、妬むな。妬んじゃいねえ。今日こそ
貴様からプリンセスを奪ってみせる。おう、かかってこい。ボーリングで勝負だ。面白みがない。負けると分かってる勝負に挑んで負ける。この滅びゆく者の美学にこそプリンセスは酔いしれたものであろう。ひとっぽお兄ちゃん、私そういう人あまり好きくない。なんとご奇特なことを。普通そうだよ。ひとっぽ、そんな消極的なこと言ってる場合じゃないよ。那須くんの花数3万年に一度のビッグチャンスじゃない。勝負勝負、真っ向勝負。そうだそうだ、那須を倒してお兄ちゃんと呼ばれるチャンスだぞ。よし、未知から絶対勝てる企画を考える。相変わらず卑怯だな。伊藤くんから小物風味を除いたら何も残んないわよ。チェスト！笹原笹原、言い過ぎ言い過ぎ。俺、ナスにジュース1本。俺は A ランチ1枚。もちろんナス選手。あ、私もナスくんにツナマヨサンド。あの、じゃあ僕もナスくんに1票。それはそれ、これはこれ、それが私のユスティニアヌス。格言にも何もなってねえ。ひとっぽお兄ちゃん、保身能力が高すぎるよ。まるで国会議員。姫、そんなに褒めたもな。褒めてねえ。やっぱやるなナス。まあな。サッカー部へ来てくれ。決定力のあるフォワードがいないんだ。それは多分日本が永遠に抱える課題だから諦めろ。うん、ナスリン、会も盛り上がってきたことであるし、この辺で勝負と参ろうか。おお、汚いトップ受けてたと。ただし私と貴様では差がありすぎる。まともな勝負にはならん。そこでどうだ、混合ダブルスは貴様とプリンセス、そして私ともう一人がペアを組む。よかろう。フミ、頑張ろうな。はい。して、お前のパートナーは？
いいか貴様、貴様の実力はこの私が最もよく知っておる。本気を出せば300、すなわちパーフェクトすら狙える腕を持っているにもかかわらず、適度に手抜きをして200そこそこにしてあるなどということもすっかりお見通しでございもんである。そこにプリンセスを合わせれば300を超えるのは実に硬すぎる。しかして私は100を超えるのが精一杯という、貴様よりもさらに手加減をして今この場を盛り上げている真っ最中であるからして、できるだけ強力なパートナー、すなわち200を超えるような超えないようなパートナーと組まなければ満場のお客様の理解を得がたいのではないかというムードなのでありますが、ああもうごたくはいい。つまり誰だ。相変わらず人の話を聞かんやつだな。つまりここにいる女子の中で最強といえばゆかりか。伊藤くん、投げるよ。頑張って、前に。 No! Nothing! Nothing よ。そのなんだ、つまりさつきか。え、私？だってさ、やるか。うん、いいわよ。あんたと一度差しで勝負してみたかったし。なんと、やっていただけますか、サツキ殿。二人合計一等交代ってのはどうだ。ストライクとかで順番入れ替わってハプニング要素あるぞ。おお、なんたる寛容、なんたるご慈悲。この伊藤、感動に打ち震えておりまするぞ。なるほどね、そうしようか。ふみ、あんまり総一の足引っ張っちゃダメよ。うん、かくなりまする上は、この私も全力を持って、いな、全身全霊を持ってご奉仕、つかまつり、たてまつりたいと存じ上げまつりまするぞ。あ、てめえ、それがプレッシャーになるっつうの。ふみ、いいんだ、全部俺がフォローしてやる。気楽に投げろ、こんなもの遊びだ遊び。あ、分かったよお兄ちゃん。ふふん、さて、ぶっ飛ばすか。おう、かかってこい、返り討ちにしてやるぜ。ナス総一、今日こそ貴様を倒す日だ。行くぞ、必殺。ちょっとそこどいて、伊藤君。行くぞ、必殺。なんだ、さっきからうるさいなお前は。何が必殺なんだよ。変身。ボーリングプロフェッサー解決 M。
残った。ちょっとサツキ、お前なんか言ってやれよ。え、ああ、伊藤くん、頑張って。伊藤くんじゃないんだってば。なんだっけ、解決スパット、解決 M だ。M はマキシマムの M、 M はマックスの M、 M はマーベラスの M。 伊藤のお兄ちゃん、いやいや、解決スカット、前二つが同じだよ。ふみ、それはお前。え、マッハの M とかはどうかな。これだ。 M はマキシマムの M、 M はマックスの M、 M はマッハの M。